久しぶりのショールームになります。ちょっとね、久しぶりに配信しちゃったんですけども、今ねちょっとね咳が出るんですよ。なんかね、みんなにはエアコンのせいじゃないって言われて、まあ確かに私のお部屋は18度とかね、マックスでつせちゃってたし、帰ってきた瞬間とかはね18度とかにしちゃってたから、それが原因かなと。でも声ねめっちゃ治ったの。こんなんじゃなかったの前、なんかあーみたいな、キャーとかっていう声も出せなかったんだけど、今なんかすごい治りました。設定温度異常ですね。それめっちゃ言われるんだよね。フルーツポンチを逆さにすると声出しすぎじゃない？だってそうかな、声出しすぎてる。どういうこと、声出しすぎって今声出しすぎってこと。でね、13日に卒業発表をさせていただいたんですよ。実はショールームで見てない方もいるかなって思うんですけど、13日に卒業発表させていただいてはい、なので9月8日に卒業公演をさせていただくんですけど、9月8日みんな開けといてね、絶対に。今からもう休暇出してください。卒業済みか。いや、まだ卒業してないのよ。このコメントのせい？いや違うよ、このコメントのせいで卒業してたらやばすぎないか。ショールームは続けますか？だって、どうだろう、まだ決めてないけど。だから卒業会9月8日なので絶対に開けておいてね。で、劇場公演も絶対に応募して。まだ卒業してないんですね。失礼だな、卒業してないんだよ、失礼やぞ、めちゃくちゃ。チーム8月5日にはチーム K のコンサートがあるんですけど、それもね見に来てほしいって。今から言っても遅いか。ひなこちゃんの前になったばかりなのだって、うれしい。僕も9月8日に卒業予定だよ。だって、何を SNS 続けますか？ SNS は残すつもりですね、今のところ。インスタとかツイッターとかは、もう会いに行けなくなるので、そんなこともないですよ。世界中にこんな素敵な色に当たらないな。そう、芸能の活動は続けようと思ってるので、 AKB ではなくなるという。
卒業行為の配信。あ、そういうこと？あ、そういうことか。普通に間違えたわ、じゃあ。間違えた。ごめんなさい。普通に。今日も顔が面白くて濃い。ねえ、めちゃくちゃ失礼。普通に。普通の女の子になりますんだって。どうする、私がもし普通の女の子になったら。戻ったら。初めて来たけど、切り抜きのまんまんますぎる。え？そんな、変なこと言ってる？最近綺麗な方だと思って好きになったの状態です。卒業されても芸能界にいるのであれば応援していきます。嬉しい。はい、卒業しても芸能界にはいらっしゃいます。今日はヒートテックじゃないんだね。いや、夏にヒートテック着ないのよ。卒業したら変なこと言えなくなるのかな。いやいやいや、変なこと言ってないのよ別に。で、今月末のお話し会で、あの、お話しする機会は最後なので、うん、早いね。待つじゃ長いね、長いよね。なんか、ちゃんと、上がってます。あ、そう、今テスト期間なんです。大学きついって。ディズニーみたいな名前、どういうこと？恋、お前恋ってことだよね。誰にテストされてるの？どういうこと？医学書読んでる、うん、やめるってことは結婚するの？だってしないよ。結婚は早いよね。早い、簡単、まだ。卒業が毎日する？え、何を？今疲れてるの？今めっちゃ疲れてるよ。今日はね、レッスンでした。ピオニーが好きです。え、懐かしい。いやん、ちょっと黒歴史。私、あの時の自分が黒歴史すぎる。大学で友達たくさんできましたからって、うん、変わんないよ。
場しちゃうけど。仲良くしようね。でも結構最近ね、なんかね、今電車いましたよねとかね、何々線の電車いましたよねとか、結構ね、なんか街でね見かけて、声はかけられないけど街で見かけてなんか DM してきてくださるみたいなね人が多いから、ほんとそこら辺歩いてるんで私全然会える機会はあると思いますよ。本当にこの感じでそこら辺歩いてるから、目撃 DM は実際に合ってるん？いや合ってんのよ。あと最近は大学でも見かけたってね来るので、うん、なんか声かけたら怒られそう。怒んないよ。私ってやっぱあれなんかな、画面越しではめっちゃ怖いから生で見たらクソ怖いんだよなって。なんで？私すごい多分最近やりすぎな顔してる。どういうこと、やりすぎって。声かけたら噛みたい。いや、私めちゃくちゃ噛みたいけど自分で言わないけど普通。京香がひな子は3本しか食べないって言ってた、うん、正解なんだよな。大正解。かけてもいいんですか？だって全然いいよ。むしろその方が嬉しい。私は変なこと言ってない。本当に変なこと言ってなくないか？変なこと言ってないよね、今のに関しては。そっちだよね、悪いのはね。
話変えようね。いや変な俺言ってなくないか。だってなくないか俺らが変だって。おーよう分かってるやん。いつでもこちらが悪いです。いやほんとそうよ。コメ欄の私たちは自覚ありますよ。ですよ、ね、え、防御モード来たって懐かしい。なんか防御モードとかもなんか懐かしい。全部が久しぶりにしたか。防御モードの説明しますね。久しぶりに。防御モードは SMSN?どっちだ、もうね、わかんない。なんかね、SMS だよとか言うし、SMS だよとか言うかわかんない。 SN か SM かわかんないんだけど、なんか認証してないとコメントできなくなっちゃうんだって。 SNS 認証か SMS 認証かわかんないけど、ひなこがしてるわけじゃないよ。話変えよっか。普通に普通に話変えよ。今日は何これ、氷のなんとかギフト1位取りたい。今の86位だってフ夏休みじゃないよ、まだテスト期間やねん。カチカチモードって何？カチ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 モードはクソ。アイスとかき氷どっち好き？アイス。20万ポイントでアイスクリーム週間フレーズガチ？すごい。チンタ元気？チンタ元気。卒業発表配信、京香さんを真ん中にしたんですね。いや別に私が決めてないからわかんない。なんか言ったらそうなってさ、京香さんが二次三次ので。京香さんやめて。二次三次のグッズ欲しいからくら寿司行きたい。全然ついていく。3本しか食べないと。チンタいないよここには今。最近はなんで電子レンジ映さないのだって。そんな好きなん電子レンジ。家系ラーメンは固め濃いめ多め。私濃いのが好きなんよね味が。なんでだろうね。でもねそうなの前から、多分前から。チンタ元気を略してやめとこう。チンタって何？普通に愛犬？
でもチンタって名前じゃないからね、ちなみに。普通ににゃんちゃんだから、まあ、にゃんちゃんもおかしいけど犬のくせに。でも普通にお姉ちゃんがいろんな呼び方してるからすごいんだよ。なんか全然どっからそんな名前出てくるみたいな名前で呼ぶの毎回。チョコとかチンタンとか、あとなんだろうな、にゃんこコロスケとかチンチンとか、ちまちゃんとか、意味わかんなくない？うん、顔も濃いのが好き。チンタの息子、いないよ子供、赤ちゃん。チンタの子供はいないよ。チンタじゃん、にゃんちゃん。教授グラビアなんて言ってた。ねえ聞いてほしい、私のさおすすめの教授がいるってさ話したことあるよね。あのさおすすめの教授さ、もうほんとここ数年もっていう言い方おかしいけどさ、最近見てなかったんよおすすめの教授でさ。あのそしたらね、こないだ授業にいたの、必修の授業で。なんか発表みたいな、発表みたいなのがあって、そこにねいたの、おすすめの教授が。てか弟にグラビア見せたら、え、マジでやめて、本当に見たくないって言われた。てかキモいとか言われた。マジよ、普通に。でもツンデレだからね、普通に。うん、まあいいけど。ひな子一人っ子じゃないよ、四人っ子だよ。四人っ子。ひなこはもうブロらないでな。いや、え、どういうことブロらないで。ブロったことないのよ。え、マジでキモいか、本当に見たくない、やめてって言われる。で、一瞬見てとか言ってうわーって言われる。可愛いでしょ、ツンデレで無理やり見せる。濃いイケメン教授、うん、わかんない。普通におすすめの教授がいるんだよな。おすすめの教授、おすすめの教授がそのいたので、また話戻るけど、普通にいたのね。あのね、その必修の授業で発表だったから、その教授が、おすすめの教授がいたの。同じ教室の中の端っこに座ってて、と思って久しぶりに見たと思って。一番でかい教授、いや、でかいのかな、でかいか、でかいか、あれ、いや、わかんない、どんぐらいなんだろうね。でも別に高そう、身長高そう。え、でもなんか普通に、うん、高いと思う、わかんないじゃん。で、いたのね。で、なんか久しぶりに見たと思って、で、私のことさ、認知してほしいんだけどさ。てか前にそのなんか授業のことで話が出たことあるんだよね、1年生の時に。だからそれで認知してほしかったのに、そのね、おすすめの教授と目が合ったんだけど、その後なんか移動、なんかね、なんて言ってんだろうな、難しいな。おすすめの教授と目あったんだけど、普通に何もなかった。なんか別に特に何も
なんかおーとかこんにちはとかもなく普通に目そらされて、だからうん、教授の話から行くと認知されない、あ逆にね、私がね、違う、もうその教授は、そのおすすめの教授はすごいの、なんか本当にすごいんだよ。なんか何がすごいって言われたら本当あれなんだけど、本当にすごいの、なんかもう全てがすごいの、なんかもう多分、いや本当全てがすごい、頭いいはもちろんなんだけど、もう全てがすごいの。喋り方どんな感じなの？ねえ、嬉しいですねみたいな感じ。いやそれはね、嬉しいですねみたいな感じ。え、ちょっと分かんない、ちょっと忘れてた。下履いてなさそうだって。だから履いてないのよ。おすすめの教授だから、私が YouTube 始めたいって思ってるんだよね。だから YouTube 始めたら、あの普通に大学ルーティンで教授を移すっていうのはどうかな。でも別に今の AKB のメンバーでも学校とかね行ってる人もいるので、普通に公表してるメンバーもいるから、 YouTube 始めてとか考えてるんだけど、どう思いますか？そうだから、その教授にアポを取るところも動画と撮りたいよ。あでもそれで断られたら意味ないけど。教授そんな暇じゃない。いやそれは、いやほんとそうよ。まずで、なんて言ったらいいんだろうね。教授、あの私今あの YouTube を始めたんですけど、まず YouTube をその何を投稿していいか分からなくて、まず1個目の動画、もう初投稿の動画を教授と撮りたくて、でそのいろいろお話を伺いたいんですけれども、あのお二人でディベートとかって、ディベートじゃないわ、お話し合いとかってさせていただくことできますか？30分でもいいんですって言って、ディベートなんてしてたら負けるわ普通に。グラビア持ち歩いてた子って女の子？もちろん N ちゃんです。なんでそんなに教授が好きなの？好きっていうか、おすすめ。だからさ、教授はおすすめしてる理由は、その、だから YouTube 始めて対談するときに言いますよ。でもほんとすごいのよ、その教授は。すべてを。なんかね、なんだろうね。うん。いや、ほんとおすすめよ。で、その教授に、私、シュープレさんをね、もう渡そうかなとか思ってたくらい。顔がタイプ、タイプとか、てかそういう目で見てないから、そういうのじゃない、そういうのじゃないんだって。違うんだよ、なんか、
ほんとおすすめなの。そう、人間性とかいろいろおすすめなの。いろいろ。でも全てがすごいの。全て。うん。何歳なのだって。うーん、結構あれなんじゃないですか。教授にシュープレ渡してみた結果、いいねその YouTube もう教授だらけになっちゃうやん私の YouTube。 みくりんさんが好きって言ってくれて、え、そう、みくりんさん、私が卒業ツイートしたらみくりんさんがなんかこっそり押してたみたいな、めっちゃ嬉しかった。うれちい。架空の教授だったとしたら、え、本当にいるんだす、いるんだす。教授、私実はあの週刊プレイボーイさんというこの雑誌で初水着をねさせていただいたんですよ。なのでよかったらぜひ見てください。って言ったら多分教授は、あら、すごいですね、いいんですか、ありがとうねって言うと思う多分。ありがとうね。で、また感想とか教えてくださいって言ったら多分教授は、あ、もちろんいいよ、また見たら教えますね絶対こんなこと言わない、わかんない、もうなんていうか、なんかそれも未知数なの、なんかもう頭良すぎて何言ってるかわからない。そんなこと絶対に言わないんだけど、別のページが気になりましたなんて言われたらもう普通に教授の前でメンヘラになる。今日化粧濃くないだって。いやいや、いつもと一緒なのよ。濃いか？眉毛が濃いんちゃう？次の次の授業の資料に使えますね。おもろすぎ。鼻にほくろあるよ。今日の服こんなん。そう、ここほくろやねん、ここの2つ。卒業公演とかもさ、教授呼びたいよね。実はちょっと卒業することになって、教授見に来てくださいませんか？ 9 月8日とかって開けていただいてたりしませんか？いや、ちょっとその日はね、アメリカに行かなくて、行けなくてって言われたらもう終わり。ですよね。わかりましたってなっちゃう。
だからみんなに本当おすすめします。だから卒業してしたら、もしあのもしのとこじゃない、このさ、アイスとさ、かき氷は何が違うん？20万もはきついね。結婚するのだってしないよ。今はまだ。卒業公演で教授にアンコールの SA してもらおう。先導なんて読むのこれ。押そうと思ってたのに卒業ですか。そうなんですよ。いや、アイスとかジゴールのその食感の違いとか味の違いとかもちろんわかるんよ。卒業公演の入場で教授と手をつないでほしい。大丈夫かそれ。チンアナゴ2匹元気、めっちゃ元気だよ、そこにね今いる、超元気。卒業しても押してもいいだって、もちろん。なんかインスタとかを残すつもりなので、うん、俺のチン、間違えた、チンアナ間違えた。弟とコラボしてるって。弟はねもう本当にねうるさいからね、あの人本当。 TikTok でいじられてるよ、知ってる？え、マジ誰に？かなぴー、YouTube の切り抜きはやめないでほしい。いや、私がしてるわけじゃないからね、切り抜き。さすがに自分でやってるわけないやろ。チンアナゴって買えるの？だって、え、買えるよ。多分こっちはチンくんだと思うんだよね。音鳴るの。え、こっち、え、こっちやなごで、ほら、ほら、そう、目ついてんの。卒業って発表前に予想されてたのに匂わせてたの。え、でもね、結構匂わせるような声言ってると思うんだけどな。
ハルピョンがひなこの配信のコメント欄に引いてたらって今さんざん私がの申し込みの時に思い出作りとそうそう言ってたんよ。匂わせひなこ。コメントやばすぎないか。今の事故普通に。パンツ見えてなかった？前期の試験終わったまだだよ。ノーパン、ノーパンじゃないでーす。チンアナゴクラッシュ。いやほんとそうよ。ひなこってサウナ行かないの？行くよ。水風呂も行ける。うん、何セットするの？何セットしたっけな、このんだ。3セットかな。3、4ぐらい。将来何になるの？総理大臣。土井教授なんだからね、おすすめです。言うよ、また「おいやべえのいるぞここに」。いやほんとそうよ。京香ちゃんね、シーカフェ行ってくれたの喜んでたよ。だっていやほんとそうよ。ついていきました。今日卒業したら京香ぼっちやね。いやほんとそうよ。
今しーちゃんのリア、しーちゃんとね、しーちゃんこの間ネイルしてもらった。可愛くないか。ひなこ総理になったら税金なくしてね。いやほんとそうよ。待ってほんとそうよ、ね、最近の口癖やばい。いやほんとそうよとか、なんとかじゃないかとかねえみたいになってないとか。みんなで婚約しよう。バカが何を言ってんだ。でかすぎなんじゃないか。いやほんとそうよ。女性初の総理を狙おう。いやほんとそう。グラビアも婚約も変わらんくないか。確かに夢はでかい方がいい。いやほんとそうよ。じゃあそろそろ終わろうかな。この後は普通にあのね、私大学で全然あのコンサートのレッスン出れてなくて、ちょっとねちゃんと自分で練習しないといけないから、そろそろ終わるね。でも全然またそこら辺歩いてますので、しーちゃんがひなこが何も言ってくれない卒業発表って怒ってて、確かにしーちゃんに言ってなかった。しーちゃん怒ると思ったわ、言わないと。ひなこは忙しくてもちゃんと仕上げてくると言ってた。え、誰が言ってたの？その辺ってどの辺ですか？だって。え、だからもうみんながもうね、世間の人が通るところ。山部さんが、ひなこはすごい一人で覚えてくるって褒めてね。嬉しい、あやちゃん。お茶の水で見かけてんの？え？いつ？言ってないぞ、最近は。ひなこ可愛いって言ってたよ。だって、いやほんとそうよ。JR で見かけた。おい、幅広すぎないか。じゃあランキング読むか。永田町使ってないな。いやわかんない、いつ使ったかな。13位対馬優ちゃんさん、ありがとうございます。12位香港の春マットマーク、ひなこ推しさん、ありがとうございます。11位みずほさん、ありがとうございます。10位ひなこの好きな金の
10位、ひなこの好きな金の棒いなりとチンアナゴさん。ひなこの好きな金の棒いなりとチンアナゴさん、ありがとうございます。9位、にゃこさん、ありがとうございます。8位、おいどんさん、ありがとうございます。7位、ピーカツ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 さん、ありがとうございます。6位、ベロベロチーノさん、ありがとうございます。5位、かなさともくひなこしさん、ありがとうございます。4位、かっちあともくひなこしさん、ありがとうございます。3位、ライブ D LIVEDE さん、ありがとうございます。2位、ダブルワットマークひなこしさん、ありがとうございます。そして1位はあゆちゃんでした。あゆちゃん、ありがとうございます。ありがとう。国会議事堂で見かけたような、あ、やばい、それはね、そうだわ、それはそう。もう行くの？うん、そう。それではみんな、あとね2ヶ月もないですけど、いっぱい思い出作ろうね。またやるね、配信も。それではまったねー。バイバイ。またねー。